According to the British Museum's About Education site explains about Twenty Squares Game as follows Twenty Squares as known as the Game of Uru, the Royal Game of Uru or the Sumerian Game is currently the oldest known board game in the world and it is Certainly one of the best understood of the known ancient games. The earliest known versions of the twenty squares game have been found in sites dated to the Bronze Age of twenty five hundred BC, Uli's excavations of the Royal Cemetery of Uru in present day Iraq and about the same time in the Share Sokata grave site in Iran. Versions of the game, having identified as graffiti, carved into the base of sculptures. Also, a similar Twenty Squares is now in Louvre Museum, which also explains that Twenty Squares is just a game for ancient people. No, 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 no. Ladies and gentlemen, 20 squares game is not a game. It is a calendar for ancient gods. I, Hiroshi Hayashi, would like to show you what it is and how to use it with proof and evidence. Moreover, it also shows. インフルエンシャルパワー h i n e 二重マスゲームと呼ばれているものはゲームではありません。大英博物館でもルーブル美術館でも世界最古のゲームとして紹介しています。が、 それはゲームではありません。神々のカレンダーです。それをこの動画の中で証拠と証明を皆さんにお見せしながら説明します。合わせてその使い方も紹介します。が、それだけではありませんでした。そのゲーム版なるものにはさらに重要な事実が隠されていたのです。 つまり、古代シュメールの神々の勢力図まで表現されていたのです。広しは浜松ハママ・ティ・ジャパン。で、結論を先に話しておきます。シュメールにおいては、それぞれの神々はどれほどの勢力を持っていたかということです。それについては、この フルで発掘されたゲーム版なるものが役に立ちました。このゲーム版なるものをですね、解読して、私、林博士は神々の勢力を計算してみました。それによりますと、イスタいわゆる七イスタは、 91分の6。それからシャーマージュが91分の2。れから、エンリルが91分の4。れから、ニーフルさんが91分の4。そして、エンキが91分の4という数字が出てきました。これが神々の勢力ということになります。1年の日数に換算しますと、24、8、16、4、16となります。で、まあ、こういった いわゆる神々の日があったということですね。一年を通してね。で、それを円グラフで表現しますと、このようになります。やはり、イナンナイスターが三分の一を占めていたということになります、えー。このような勢力関係にあったということになります。それをこれから順に説明していきます。皆さんを、ジョウ・ポアビの骨が発掘されたウルへ案内します。ウルです。 このウルにはジグラートが現在の今も残っています。これがそのジグラートです。このウルでウーリーらによってですね、えー、大掛かりな発掘作業が行われました。ジョー・プアビの骨も発掘されました。と同時に、このウルのゲーム版なるものが 発掘されました。ロイヤルゲームオブウルとも呼ばれています。そして、まあこうした文書のようなものも文書のようなものも残っているわけですね。まあそういったところからゲーム版と位置づけられています。がこれはゲーム版なるものではありません。神々のまさにカレンダーでした。 それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。また、その使い方も説明します。で、これが、ウルの二重マスゲームと呼ばれているものです。20 Squares Game というのが正式の名前なものですから、私は二重マスゲームと翻訳しました。これがそのゲームなんですね。そしてその 使い方がですね多くの学者たちによって説明されています定説はまだありません20のマスがあるから私林宏は20マスゲームと翻訳しましたが他にもう一つ4マスが使われますこの、 赤い丸をつけた部分に注意してください。4マス使われています。この4マスが後で大変重要な意味を持ちます。それで20というのは7と13に分けることができます。7を私は曜日と判断しました。そして13を週と判断しました。まあ、こうして7と13に分解したというわけです。そして かける4ということになります。つまり7かける13週で91日。それを4回繰り返しますと364。それに何らかの形で1を加えて365としました。まあ、これでこのニジオマスゲームの謎が解けたということになります。えー 二重マスゲームなる神々のカレンダーの使い方を説明します。まず第一シーズンの第一週目です。えー、二日目ですね。そして三日目、四日目というように、えー、コマ、あるいはチップを移動させていきます。そうしたコマ、チップも同時に発見されています。ここで第一週目が終わりました。そこで第一週目のところにコマ、 チップを置きます。まあ、ここではシールを貼っておきます。そして第、第2週に入るわけですね。そして、やはり同じようにチップを貼ります。まあ、古代のことですから、当時が1年の始まりであったと考えられます。ですから、まあ、冬ですね。そして、冬から今度は春に向かうということになります。こうして、1周終わるごとに、左のマスの方に一コマずつ、チップを動かす、あるいは移動する。 動かす、あるいは何らかの形で印をつけるということになります。第5週に入ります。第1シーズンの5週です。こうして、まあ、古代の人たちはですね、えー、その時の日、まあ、曜日も使っていただろうと思われます。曜日、そして季節を知ることができたということになります。まあ、4回繰り返しますとね、ちょうど、 退院歴の1ヶ月に等しくなります。そういったことも、そういうことも使いながらですね、月を知ったということも当然考えられます。で、第9週目に入ります。こうして毎日繰り返しになりますけども、駒を動かしながら、日、ひょっとしたら月も、そして季節、そして1年を知ったということになります。これが、 二重バスゲームなる神々のカレンダーの使い方です。なぜ神々かという理由はもう少し後に説明します。そして第12週目が終わります。第12週目が終わって、そして13週目に入ります。そしてここで春分を迎えます。で第1シーズンが終わるわけですね。 で、7×13 とな91日。1シーズンは91日で計算します。この方式は、まあ、世界のあちこちに残っています。それもこの後に説明します。で、今度は、え、四分から始まって、そして下至へと進んでいきます。1シーズンは 7×13 イコール91日ということになります。 で、この四角いマスの中にシールを貼りました。で、今度は第2シーズンに入ります。そして同じことを繰り返します。春分から始まって、まあ第2シーズンが終われば、夏至ということになります。で、やはり同じように、7日進むごとに、まあ左の週の方に何らかの形で、 チップを置いたり、あるいは印をつけたりします。これで、えー、第2シーズンが終わりました。で、下至になります。えー、182日、これで終わったわけですね。で、これから第3シーズンに入ります。で、同じことを繰り返します。下肢からスタートして、そして同じようにチップを動かしながら、そして左のマスに一つずつシールを貼っておきます。 で、第7週、第8週、12週、13週ときて、ここで終分を迎えます。終分を迎えます。で、第3シーズン終わりましたから、駒を三に、上のコマを3に進めます。そして、終分から今度は、当時に向かうわけです。 で、同じことを繰り返します。まあ、これだけ見てますとね、どこか林漆のこじつけというふうに、まあ、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そう思うのはちょっと待ってくださいね。これがこじつけでないという証拠をこれから皆さんにお見せします。こうして、11週、12週、 そして第13週目に入って、これで1年364が終わったことになります。そして何らかの形でプラス1を加えて365としたということになります。こうして、日、週、それから28日でですね、一月を知り、そして季節を知り1年をしたということになります。つまり、これはゲームではなくてカレンダーだということになります。 同じコンセプトで作られているのがチェチェン・イッザのピラミッドです。このピラミッドには4面があります。そしてそれぞれの面に91段の階段が用意されています。91段です。で、4面ありますから掛け算しますと364。それに最上段の1段を加えて365としたわけです。ですから毎日 何らかの形のねトークンあるいは石のようなものを置いてまあ日週月そして季節1年をしたということになりますそれがチェチェン・イッザ方式ということになりますで同じ方式が実は私たちがトランプと呼んでいる カードにも使われています。これはシースターオリオンさんが私に教えてくださった方式です。4つの季節がありますね。ですから、それぞれの季節にまあカードを置きます。このカードの置き方ですけども、例えば、スペードは木の芽というふうにも理解できるわけですね。まあ、私はまあ一応そのように置いてみました。で 13枚のカードがあります。それを7倍をしますと91日になるわけです。1シーズン91日ということですね。やはり、当時がスタートであったと私、林宏は考えています。まあ、それはあの古代ペルシア、バビロニアでですね、まあ、ゾラスタ教にしてもそうですけども、当時がまあ最も重要な日,日であったということになります。そして91日が終わりますと春分。それから91日,日が終わると夏至。 そしてさらに91日が終わりますと終分。そして91日が終わるとまた当時に戻ります。つまり、1枚のカードを7回ずつ繰り返すということになります。これがトランプの、ま、ト,トランプによるカレンダーということになります。91×4 は364ですね。それにジョーカーの1枚を加えて365としたわけです。 皆さんご存知のように、正式のトランプカードでは2枚のジョーカーが用意されています。まあ、1枚はこういう方式で1を足して365にしたわけですけども、4年ごとにもう1枚足して、まあ、調整したということになります。で簡単に、まあ、使い方を説明します7。7マスを用意します。左から日月火水木金土としました。そして1つの、まあ、1枚のカードをですね、7回 こうして移動させます。まあ、6回移動するわけですね。そして、7日で、これでここでカードを取り替えます。スペードの2になるわけですね。こうして繰り返していきます。で、1枚のカードを要するに7曜日に当てるわけです。こうして 13×7 イコール91ということになるわけですね。で、まあ、スペードの6です。こうして繰り返して、えー 一周ずつ終わっていくということです。つまり、繰り返しになりますけれども、まあ一番のカードを、まあこのように7回使うということですね。日分使うということです。ここで1シーズン終わりました。な、すなわち、まあ、春分ということになります。そして、同じように繰り返して、今度はハートで繰り返しています。 そして、まあ、一周終わるごとにカードを取り替えていくということになります。で、ここで、えー、下死になります。ここからはクローバー,あーになります。そして、ジャックが来て、クイーンが来て、 そして、剣語が来て、これで、えー、終文となります。で、終文から、また今度次のカードに移動して、そして、当人に向かいます。まあ、一年がこうして終わるっていうわけですね。で、このよう方式によって、トランプの場合は、曜日を知ることができた。 とというこになりますそして同じように、えー日を、もちろん日を知ることもできましたけども、曜日、そして月ですね、同じ方式です。あのいわゆる二重マスゲームと同じ方式です。ですから、二重マスゲームだけを見てますとね、どこかこじつけっぽく思われる方も多いかと思いますけども、決して、まあ、こじつけではないということですね。この方式は、まあ、世界中のあちこちで使われてきたということになります。えー、つまりこのように相互にですね関連性を持って、また、 理解できるということになります。つ、えー、まり、あ、まあ、二つの例をお見せしましたけども、えー、トランプカードによる、まあ、カレンダー説、そして、えー、チェチェン・イッツァのピラミッドによるカレンダー説へと繋がっていきます。で、もう一度、まあ、簡単に繰り返していきますと、えー、トランプは13枚が一組になっている。なぜ13枚かという理由はそこにあるわけですね。 まあ私たちは遊びの道具として使っています。現在、先ほどの 20, 20マスゲームはですね、バックギャモンに似ているということからですね、バックギャモンの原型であるというふうに一般には理解されていますし、またそのように、まあ、ルーブル、美術館、それから大英博物館の方でも説明しています。がそうではなくて、えー、13× な、まあ、 トラップの場合は 13×4×7 ということになりますけども、まあ同じ方式ですね。で、右下が二次マスゲームの方式ということになります。つまりこのような形で一致しているということです。なわち、二次マスゲームはゲーム版ではないということになります。またそのようなゲームなどをですね、まあ作るはずがないというふうに、まあ、あの、まあ私は考えるわけですけどもね。まあ要するにこれが二次マスゲームということ、ゲームじゃなくてね、神々のカレンダーということになります。 そして上の4つのね、マスがこのような形で説明できるということになります。まあいろんな学者の先生たちがね、いろんな説を唱えてですね、まあ未だに議論していると。未だに定説がない。定説がないということはわからないということなんですよね。それはゲームとして考えるからわからないわけです。まあそういうとき、そういうときはですね、発想を変えろと。あのアインシュタインもそう言っています。つまり意識を変えろと。いわゆるコンシャスネスを変えろと。 あのアインシュタインも言っています。その謎が生まれた時の意識では、その謎は解けないということになります。で、7×13×4 は364。それに何らかの形で1を加える。これはあのチェチェンイチタはあーピラミッドの上のもう一段ね。それからトランプカードの場合はジョーカーを加えることによって365に調整しています。同じようにこのあーウルのゲーム ボードなるものもですね、カレンダーとして機能していたと考えられます。で、右の4マスは当然、季節を、まあ、あの意味するということになります。そこで注意していただきたいのは、7個あのチップがありますね。7個ありますね。右の左もね。で、7っていうのは結局は曜日を置いていったというふうに私は考え,考えています。まあ、基本的なこの考え方で、まあ、他に、ここからね、細かいバリエーションは他にあったかもしれません。まあ、このような形で、 まあ、使われていたということです。まあ、それについてのこのような説明された、あくさび型文字による粘土板があるというふうにはここに書いてありますけれども、本当にそうかなと思いますね。そして下の下、まあ、どちらがどっちらということなんですけども、上の変化形が下のまあバリエーションということになります。つまりこれはゲームではなくて、カレンダーだということですね。 長い前置きになりましたけども、ここから今日の本題ということになります。で、例えば、例えばですよ、え、第1シーズンの第2週、現在は第2週だとします。で、今、その、上に丸、をつけたところが第2週ってことになります。そして、第1シーズンの第2週の第1日目ですね。で、第2日目です。第3日目です。 第4日目です。そして、第5日目で、ここで注意してください。第6日目で、いわゆる、まあなってますか、絵柄が一致しますね。いわゆる第1シーズンの第2週目の6日目にですね、この絵柄が両方一致します。で、この絵柄は後で説明しますけども、延期、すなわち、まあ、プロメテウスの絵柄ということになります。で、ここで絵柄が一致したときにはですね、 その日はこの神の日だということになります。また私は林印はそのように解釈しています。つまりこうして神々の日を定めたということになります。話を先に進める前にですね、二つほど外堀を埋めておきます。これがバビロニアの神々の構図です。バウンダリーストーンから絵に起こしたものです。で 左上がアヌオそしてエンリルエア、エンギですね。そして、頂点にイナナイシュタンが立ちます。これはあくまでもバビロニアの神々の構図です。そしてシャーマーシュがいて、えー、その下にニンフルさんがいます。で、ここで重要なことはですね、それぞれの神々に,神にはですね、あの神聖数、すなわち神聖な数っていうのがあったわけです。で、その数がですね、 神々を特定する重要なポイントとなりますから、まあ、注意してください。で、アヌオが60、エンリルが50、エンキが40です、そして、えー、上のイナナイ下が15、8方向に伸びる金星をシンボルマークに使ってますけども、神星数は15です、そして、えー、シャーマーシュが20ですね、そしてニンフルサンが12と、この数字に注意しておいてください。 これが神々を特定するキーワードということになります。もう一つ外堀を埋めておきます。でこれがニジバスゲームに描かれている文様です。これはまあゲームで使うようよな ま数を表す文様ではありません。ですから、これいくら分析しても答えなど出てくるはずがないんですよね。これは神々の文章です。左上がこれ、イナナ・シタールの文章です。八方向に伸びる金星を意味しています。その右が 5×4 の40。そして、これが20丸ですから、5ではなくて50ですね。そして12。そして 10×4 の40ということになります。 目が目の文様です。まあ、プロメテウスの目ということになるわけですね。すなわち、延期の文章ということになります。そして、先ほどの申請数と、あまあ、対比してみてください。で、まあ、8はイナナ・シタルです。そして、20は、これはシャーマーシュですね。えー、それから、まあ、8はイナナ・シタルです。20が、これがシャーマーシュです。で、50が、 これはエンデルです。そして12がイニフルサウンそして40が延期ということになります。このように、ここで、えー、まあ、ニジマスゲームで使われている文様はですね、ゲームの文様ではなくて、まさに神々を表しているということ。 ことです。ここが重要ですから皆さん、しっかりと確認しておいてください。二条マスゲームに書かれている文様はですね、神々のいわゆるまあシンボルマークであるということになります。もう一度並べてみます、えー。右から40が延期、それから12がニンフルさん、50がエンリル、20がシャーマス、そして一番左の 下が8方向に伸びる金星ということになっていますこの,ようにこのような形でですね、二重マスに描かれているのは繰り返しになりますけれども、これはあの、まあ、ゲームで使うような数字ではなくて、ゲームで使うような数字ではなくて、それは現在地のハウスですからね、神々の紋章であるということになります。これで二つの外彫りを埋えました。つまりですね、繰り返しになりますけれども、 二重マスゲームに書かれているこの絵柄はですね、神々を表すシンボルマークということになるわけです。そこで、このシンボルマークがどのように使われているかということを順に分類してみました。5種類あります。そして順に並べてみますと、大変興味深いことが分かります。つまりこれが神々の勢力図ということになるわけです。中部からご覧ください。 で一番左のイナナイシタルが5。まあ、選挙に例えるって言うならばですね、5票いうことになるわけです。そして中央のエンリルが5票。そして一番向かって右のエンキが5票ということになります。つまり、それだけ勢力が強かった。イコール、また、均衡していたということを、この、ま、二重スゲームが表しているということになります。えー、つまり、 今までね、神々と言いながら、どのような勢力関係にあったかってことは不明でしたけども、この20マスゲームによって、その勢力、まあ、関係と言いますかね、えー、がわかるということです。繰り返しますけども、8はイナイナイスタール。そして20はシャーマシュ。50はエンディル。5、5と書いてありますけどもね。 5かける10です。10の丸が5つと判断します。そして12が2フル3。そして同じように20まで書いてありますから、4かける10、40が延期ということになります。プロメテウスですね。で、まあ、丸、ま、得、あ、だった可能性もあります。延期の息子が丸得です。で、下がですね、先ほどお見せしました神聖数です。それぞれの紙にはそれぞれの数字が。 当ててがわれていましたそして比較してみますと、つまり、二重マスゲームに書かれている模様は繰り返しになりますけれども、これはゲーム用の模様ではなくて、これは神々の、えー、いわゆる紋章であるということになります。で、こうして、まあ、先ほどのですね、えー、勢力図と並べてみると、まあ、大変興味深いことがわかるということです。まあ、確認していただきましたね、12がニールサムです。そして40が延期ということであります。 ここが重0ですから確認しておいてくださいね。で、エンディルが50です。エンが40です。イナナイシタルが8。そして、シャマシが20。ニンフルサムが12です。 まあ、ニンフルサングとエンキー。ニンフルサングのはですね、エンキーの姉と言われています。まあ、人間改造に手を貸したのがニンフルサングとエンキーということになります。それに反対していたのがエンリルということになります。シャーマー氏とエンリルが手を組んで、あごめんなさい、シャーマー氏とイシタンが手を組んで、えー、キリスト教を立ち上げます。まあ、そういった対立関係にあるわけですね。が、しかし、まあ、ウルから発掘された、あこの、まあ、 カレンダーには、その両方が刻まれている。なわち、バランスを取ったというふうにも理解できるわけです。そして、先ほどの、まあ、的なね、表を並べてみますと、えー、イシュタールが5票。それから中央のエンリルが5票。そして、エンキが5票。でシャーマイシュが3票で、ニンフルさんが2票ということになります。まあ、これがそのまま私は、古代の神々の勢力関係、まあ、力の強さを表していたと考えています。まあ、このような形でね、神々の勢力、 いわゆるをね計算した人は今までいなかいませんでしたのでここで新しい考え方が生まれてきたわけです。まあ、同時にこれがこの動画の結論ということになりますけども結局。 まあ、このウルグはですね、えー、イナーナイシタールのいたウルグと、それから、そのエディドゥ、我々は延期のいたエディドゥのですね、ちょうど、まあ、中間というわけではないませんけども、間に挟まれていたわけですね。ですからこのような形でバランスを取ったのではないかと、私、林博士は考えています。 これらの数字をですね、基礎にして、では、それぞれの神が自分の日をですね、1年のうち何日持っていたかを計算してみました。赤枠が週ですね。そして、左青枠が13週です。で、この模様が重なる日を計算してみました。で、イナナ・イスターが91分の6、シャーマシが91分の2、 そして、エンリルが91分の4。それから、ニンフルさんが91分の4。そして、延期が91分の4となります。なわち、イナンナ・イスターは1シーズンで96日、なおち1年に換算しますと、24日自分の日を持っていたことになります。あとは、8、16、4、16となります。 イナナイなタたは1年のうち24日自分の日を持っていたということになります。で、これを、えー、円グラフで表現しますと、いナナイシタは3分の1の日を、えー、自分の日に当てていたということになります。で、形が染まったその3分の2。エンリルも同じく3分の2ということになります。これが神々の勢力図ということになります。以上で、えー、今日の 動画を終わりますが、最後にもう一度、えー、にじスゲームなるもののですね、カレンダーとしての使い方を、まあ、ご覧いただきたいと思います。要するに、あとは皆さんの選択の問題ということになります。えー、つまり、これがですね、ゲーム版であるという方が合理的なのか、あるいは私、林博氏が説くように、これは神々の カレンダーであると解く方が合理的なのかということです。まあ、あの、博物館もですね、えー、ルーブル美術館もですね、これをゲーム版と捉えています。そして最近ではですね、バックギャモンの原型であると、まあ、あのゲームのね、バックギャモンの原型であるというようなことまで主張し始めています。まあ、要するにゲーム版であるという前提で考えるから、 謎の袋工事に入ってしまって、日知も察知もいかなくなるのではないでしょうか。まあ、例えばですね、同じようなことがこの日本でも見られます。銅鐸は金である、などというもんですから、謎だらけになってしまうわけです。あるいは、銅鏡は鏡である、というから、わけがわからなくなってしまうわけです。さらに、前方後円墳は墓である、ととっから、これまたわけがわからなくなってしまうわけです。まあ、こうして、 まあ世界の、まあ、学者の先生たちはですね、今、袋工事に入って、まあ、ウォーサーをしているというのが現状ではないでしょうか。ということで、今日の動画は本当に終わります。最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。Bye for now!